はい、皆さんこんにちは、バナリグルビッシュです。では今回は This is the Police 2 11月25日プレイを開始していきたいと思います。ベルモンとか、まあ、今日7人のシフトを組んでいる日なんですけど、そのうち1人ベルモンとが二日酔い、まあ、二日酔いはちょっと派遣できないからな。ただ刑事事件とかだったらなんとかなるからな。まあしょうがないね。まだ弁金お前か。ナースさん、お客様で例にはだいぶ良くなりましたよ。医者には行かなかったんです。多分緊張してただけなんです。なんだって明日を待ちに待ったコンサート、明日も来ないな。さては貴様、無事か。ナースさん、昨日はありがとうございました。あなたは思った通り困っている人を助けずにはいられない性格なんですね。ちなみに赤ん坊はあっという間に生まれましてね。家に帰ったらまだコンロが温かったぐらいですと。いや、ムジカさん結構こうやって見るとね、あのお年を召されてるように見えるんですけど。さて今日の体制はこれだな。ベルモンとは刑事事件に派遣したいな、できればね。一旦自動配置にしちゃいましょう。で、発砲スキルの高いマスタード、そうか、発砲試験が高いマスタードなのにマスタードに銃が入っていないというのはおかしい。スタングレネード、あとは銃もう一人使えるんで、銃の能力が高いのがベルモンとか、まあ、ベルモンともね今日派遣できるのかという問題はあるんですけどね。こんなところでいいでしょう。ムリアンが全然持ってないんで、ムリアンにスタンを3つ持たせましょう。ピンクのチューインガムの窃盗事件、これにベルモントを出したい。そうなるとベルモントに銃持たせたのは間違いだったかな。捜査を開始したのに警官が配備不足されていない事件がありますと。このまましく何の進展もないまま1日終わると。そういうこと。チューインガムじゃない、こっちの方が黒いな。こっちの方ね、黒沢の引き継ぎ誰にやらせるか。頭のいい警官に行かせたいんだよね。しょうがない、ムラディアンに行ってもらおう。ムラディアンが何かをやってくれるとは思えないけど。そうか、これ犯人がどっちかっていうのを絞り込んだ上で、どっちを重点的にやるかっていう決めも大事なんですね。まあ、とりあえず新たな手がかりを探させましょう。でどっちが犯人かっていうのを絞って、そっちを重点的に捜査させるっていう手法ですかね。今日5人体制か、実質。ビッグディボール、僕はフリーランスのカメラマンとしてシャーブウッド警察から仕事を受け負う傍ら、パートタイムの狙撃隊員としても働いている。マジか。担当職に言うと、結婚式やら子供のお遊戯会やらでたくさんくだらない写真を撮っている。狙撃隊員をしているのがずっと楽しい。でリードさんからあなたのチームの一員として働くように言われたんです。それにしてもここに戻ってこられてよかった。アティカスの写真スタジオでレンズを買うためにフリーバグに行ったんですが、おお、フリーバグ、フリーバグっていうのは This is the Police 1の舞台ですね。乗っていた小型トラックのエンジンが故障、フリーバーグで数日過ごす羽目になったみたいな。あそこは本当に嫌な街だ、完全に腐りきってます。何はともあれいつでも指示してください。これあれだな、 This is the Police 3でフリーバーグに戻るっていうシナリオ見たいですね。ディボールやるね。あの世から差し伸べられたで。ナッシュさん、私は霊と交信することができます。姿が見えないものを見て、音のないものを聞くことができます。大昔に鍛えた大木からやってきた森の精によって、遠い昔に作られた木の器と、そこに集まった地球の涙、そこに映ったものを私は見つめるのです。いえ、それは普通の井戸とは違います。その水は私が森の奥にある秘密の場所から取ってきたものです。森の動物や鳥でさえも知らない秘密の場所、そこは森の精が喉の渇きを癒す場所なのです。私の持つ類まれな才能の多くは警察の捜査に役立つでしょう。私には見えます。あなたがこれらの事件に心を痛めていることが、私の贈り物に対して支払いをしていけなら喜んで手を貸しましょう。400ドル。まあこれが今の価値で言うと4万円ですね。まあ4万円ぐらい払ってやるよっていう感じかな。闇が見える。いや違います。見えるのは光。いえ。湖の底です。あれ違った。これは海です。なんか怪しいな。
沈黙の星の歌声が聞こえます。火のぬくもりを感じます。そこに見えるのは犯罪者です。顔に笑みを浮かべています。違う、泣いています。じゃなくて笑っています。あ、いなくなりました。聞こえる精霊のささやきの声が、何を言ってるか分かりません。あ、聞こえます。一人のろくでなしについて話しています。心に二つの側面を持った人です。片面は柔らかな草に覆われ、反対側暗い色の指摘できています。いやー、全く役に立たなかったな。なんだろう、だって400。今日は狙撃案としてディボールを読んで、ディボールを有効活用していきましょう。シャーブット銀行の器物損壊。レースに並んでバーンを持っていた老女が怒り出し、持っていた杖でカウンターのガラスを割った。まあ、大した事件じゃないね。無事か。昨日休んだんだ。新しい息子、あるいは娘さんのためにもしっかり働いてもらおう。まあ、そう言われてるよりもね、いや、娘、息子と過ごすための時間をくださいよって僕だったら言いたくなっちゃう。児童の虐待事件です。孫が G 行為をしているのを目撃した老女が、鎌で去勢してやると脅している。マジか。なんでだよ、気持ちいいことしたいんだろう。させてやれよとしか言えないな。これはローゼンクランツにくるみじ。残り2人になったな。ただこれ、This is a police 1と違って、派遣できる事件の難易度というか、その、警官の経験値が満たしてないと警官を送り込めないんでね、そもそも。経験値をいっぱい持っている人間は残しておきたいんですよね。銀行の仕事のおっさんに業を煮やした老女が杖を振り回している。こんな嫌な銀行で何時間も過ごして残り少ない人生を無駄にするなんてごめんで、まあ、確かにね、銀行、病院、待ち時間長いときは長いですよね。僕も今週末人間ドックに行くんですけど、ちょっと心配だな。さて、客は老女だけでないと悟すか、老女を無理やり引きずり出し警察の時間を無駄にしないでくれというか、面白そうだね、やめないでくれというか、まあここは諭しましょう。交渉能力のある無事かだ、なんとかできるだろう。おまわりさんの言い分もわかる。とろうじゃい。でもあそこのバカ娘ったら10分ごとに休憩を取る。やりすぎだな、それは。ここでたくさんの客が待たされていることを分からせてくてガラスを割ったと。他の人に危害は及ぶかもしれないと老女に注意。他の客を飛ばして老女に対応する窓口の担当者に頼む。老女を無理やり引きずり出し警察の時間を無駄にしていてくれというか、まあ、老女に注意だろう。順番で言ったら、普通に考えたら逃走はできないでしょ、だって老女であれば。これでムシカが戻ってくれば3人体制にできますね。金は増えないのかな。2万8000ダラーから増えないとちょっと困りますね。オートパパ修理工場。オートパパっていう店の名前かな、これを見る限り。オートパパってイラストに書いてありますよね、小さく。定年退職を迎える自動車整備士が最後の出勤日に高価なオープンカーを盗んで逃げた。なるほど。375フラワーポッツ。最もうちの警察署で優秀なフラワーポッツ。続いて農場での孫の G 行為に切れたおばあさんが切り落とそうとしているのをどう防ぐかですね。今にも折れそうな杖の、枝の上に10代の少年が立っており、木の下には鎌を持った女が立っている。テリー、今すぐ降りてきなさい。さもないとボボスに取り憑かれるよ。そうなったらあんたの頭をちょん切るからね。ドロージョは大声で叫んだ。ボボスって何なんだよ。おい、女の行動が異常であることを指摘し、森のせいパイロスに取り憑かれているんじゃないかと聞いてみる。なんだ森のせいパイロスというのは。老女の背後に忍び寄る。状況を見守る。まずは忍び寄ろう。ローゼンクラッツのステルスキル。おお、捕まえたね。ローゼンクラッツ、どうする、何を伸ばすか。ここはステルスを伸ばすか。スピードだな。スピードを伸ばして万能系にしましょう。忍耐のスキル。残っているすべてのアクションと交換に次のターンでボーナスアクションを手に入れる。なんだろう、ボーナスアクションって。ちょっとこういうのも試してみたいですね。そしてクルムジーパワーあるね。これ先日長くなった津川雅彦さんに顔がどことなく似ている。津川さんは頭脳、
ハンタースキルを手に入れましたね。虚勢を防ぐかどうかっていうギリギリの戦いでしたからね今。オープンカーの、まあ、乗り逃げというか何ですかね、まあ、窃盗ですね完全に。さて、オープンカーに衝突させるか、オープンカーのタイヤを打つか、パトカーで道路をブロックするか。パトカーで道路ブロックだな。まあフラワーポッツが今拳銃持ってないんで。逃げられたか。やってくれ。なにー、フラワーポッツが負傷、死ななかっただけマシか。フラワーポッツが死ぬと危なかったからな。フラワーポッツがどんだけで回復してくれるかだな。ちょっと書いてないから分かんないけど、いたいた。負傷した警官は病院に行き、カナヤン医師に診てもらうことになる。ミッション中に警官が殉死した場合、その責任は君が負わなければならないが、病院で死んだ場合はリリーが代わりにの警官を送ってくれる。医師が救えなかったからで君に責任はない。なるほど、まあ、とりあえずフラワーポッツは死んでないからね。病院でしっかり養生してもらって、回復してもらって戻ってきてもらおう。フラワーポッツじゃなかったか。1日入院ね、まあ、1日で戻ってきてごめんね。動物虐待事件です。犬を棒で脅していじめている青年を見たとある女性から通報。175、まあ無視かしかいないから無視かに戻る。なんか誤報とかだったらやだな。ローゼンクランツとグレムジーが戻ってきましたね。ギボールの出番がないね。せっかくなんでディボール出したいけど。おっと、武装ごとだ。通報の中にはかなり複雑なものもある。その場合大規模の戦略作戦が必要となり、君は現場で指揮を取らなければならない。警官たちが他の通報で忙しい時にこのような通報があった場合は、彼らが戻るのを待ち、しっかりとミッションの計画を練った方がいい。対応はその日に終わりまでに行うようにしよう。はい、じゃあちょっと警官戻ってくるのを待ちましょう。時間は特にないんでね。まあディボールも出したいし、フラワーポッツがいないっていうのはちょっと痛いけどな。動物虐待事件です。これは誤報だったな。さては、そうだね、青年は犬をいじめているのではなく遊んでいただけと。元無水事件です。男は森の精が自宅に忍び込んできたと言っている。俺の魂を盗もうとしていると言っているんだ。あ、これはさ、なんて言うんだろう、なくても狙撃犯を送るほどの事件じゃないよね。さあムジカが戻ってきて、警官は4人体制。さらに、おっと、黒い箱の謎が来ましたね。新しい手がかりを見つけたと言っている。黒い箱の手がかり、これ見ましたね。この黒い箱の手がかりは前回黒沢が手がけていたものです。まあ、ドアがこじ開けられたよ、蓋が落ちていたよ、でこれはなんか受付の女性の話ですね。これ前回読んでますね。見たい方前回のもちょっと見てもらえばと思うんですが、新しい手がかり、女性のピアス警備。人間っていうのはいつも何かを欲しがっている。他人が持っているものを欲しがる生き物なんだ。ここにはいろんな奴らが来るよ。昨日なんて変なガンを着て手に木の杭を持ったやつが来たの。書類保管庫に入れられたら困るから呼吸をかけておいた。何の用か聞いたらトイレを使いたいというんだ。だから連れて行ってやった。やつは用を足したよ。冬の間は裏口のドアが膨張してちゃんと閉じなる、なることがあるな。だから誰でもそこから侵入できる。中の部屋にはみんな鍵がかかってるから問題ないけどね。こいつ怪しいな。この手の杭で、手に持っていた木の杭でなんか開けた可能性あるよね。書類保管庫のスタッフ、何があったかって、あのデブでブサイクなクライド・フィラップスが保管庫の書類をごっそり持って行ってしまったんですよ。あいつについては何かと不安だったんです。姉のフローラが起訴されている事件の書類を全てよこせと言ってきたりしてね。フローラは義理の母を殺した罪に問われているんですが、クライドの話では事件が起こったというのは彼女の森の精が乗り移ったからだっていうんで、なんか森の精よく出てくるね。
だから無罪になるべきだと。事件当日彼はフローラと一緒にいて彼女の瞳孔が氷に変わるのを見たらしいんです。瞳孔が氷に変わる、それを名前は言ってはならない、恐ろしい生き物が乗り移っているという証拠なんだとか。クライドは自分の胸をパンと叩いて、書類さえくれればものの1分で姉の無罪を証明しているって叫びました。これで十分ですか？全然意味がわからない。ああまだありました。実はフローラが早めに釈放されたんです、2週間前に。ところがそれ以来クライドが毎日ここに現れるようになった。フローラの汚名返上したいから書類を見せてくれってね。ですが結局最近釈放された受刑者に関する書類は一つ残らず消えていた。特別に黒い箱に保管されていたんです。黄色の箱に入った普通の書類とは別、クライドは姉に関する書類だけでなく、その子の中に入っていた書類を全部持っていった。夢中でわしづかみしたんですかね。それか犯人が自分だってことを隠すためにトリックかもしれない。あいつはデブなので棚と棚の間を移動するのも一苦労。箱にぶつかって落としたようで、古い書類が床に散らばっていた。なるほどね、なんとも言えないな。木の杭で警備員ジョセフ・ピアースを刺すパーカーを着た男、あるいは姉の事件のホルダーを燃やすクライド・ブラップス。ちょっとまたどっちかわからないな。どっち行く？ただ姉の事件のホルダーを燃やすクライド・ブラップス、こっちの方重点的に当たるかな。でピンクのチューインガムですね。新しい証拠写真を2枚と、これも確認していきましょうか。ビデオデッキが置いてあった棚の奥底にピンクのチューインガムケーブル。ビデオデッキの砂にはテレビに接続されてものケーブルを忘れていった。急いでいて忘れたのか、どのケーブルを持っていくべきかわからなかったか、どっちでしょうねという話だね。エリック・エルマー、盗んだのは絶対トビ。あいつはうちのクロスでも一番貧乏で、クラスですねきっと。ケチだと。チューインガムでさえ人に分けてやらないんだからね。両親にすごいかっこいいビデオデッキを買ってもらったって自慢してたけど、それを見たやつは誰もいない。あの日はうちでブラディシャツ4を見たんだ。映画が終わった後みんなが帰ろうとしてる時にトミーはトイレに入った。どんなところで僕が友達を見くってる間にビデオデッキを盗む時間は十分にあったはず。それにあいつ巨大なリックサックを持っていた。なるほど、怪しいな。続いてケリー・エルマーン、ジョーンの妻ですね。配管工が来た時には家にいなかった。隣人のバーバラのうちで赤ちゃんのお世話を手伝っていた。個人的にはビデオデッキが盗まれたせいせいしている。息子のエリックがビデオがないばかり、ビデオばかり見て困っていた。もう今後は家に知らない人を入れるのはやめるつもり。物が置かれたら全部ジョンに修理させるわ。次は何があるか分かったもんじゃないと。ジョン・エルマー、家の主ですね。ビデオデッキを盗んだのは昨日の午後にシンクを修理できて配管工、友達の家で見たブラブシャツ5の話を延々としていたからね。今思えばバカみたいだけど、僕も僕で先週買ったばかりのビデオデッキの充電を彼にしてしまったんだ。息子がビデオを見るのが好きでて、友達と一緒に寝るまでずっと見てるんだ。あの配管工、自分もいつも金を貯めてビデオデッキを買うんだって羨ましそうにしていた。しばらく彼と話をした後、電話が鳴ったから10分ほどキッチンを離れて書斎に行った。仕事ってのは待ってくれない。10分もあればビデオデッキを見つけてバッグにしまい、何食わぬ顔で修理に戻ることは可能。シンクはちゃんと直っていた。その点で不満はない。ビデオデッキを盗んだのが本当に彼だとしたら、ああ盗むために乱暴されなかっただけでもマシだと。ああどっちだろうな、子供か配管工か。これもちょっと分かんないけど、証拠写真は、家の主を殴る、シンクを修理する、電話を取る、もう一個は子供か。わからないね、まだこれも本当にわからない。さあ、じゃあもうこの後事件起きなそうなので、事件の対応をしていきましょう。ローゼンクランツっていうか、もう全員出すしかないからね。しかもは郵便局、郵便局が武装した。あ、ちょっと待ってね、マスタードもこれ入れられる、もしかして。あ、終わっちゃった。しまった。ただ誤報でよかった。強盗未遂誤報でよかったですね。助かった。え、違うよね。これ、マスタードが言ったのが誤報だったっていうだけで、戦略的な警察事件というか、その事件には遅れなかったな。しまったな。しょうがないね。
待ちたかったんでしょうがない。ああ、戦略したミッションを失敗してゼロにされた。何にも得るものがなかったな。しょうがないね。明日のシフト、マスタード、キンベル、ローゼンクランツ、アーノルビッチ、クリムジー、シャイニ、テイドン、ランドン。14人も出す必要ある？ 3 ヘッダー、ローゼンクランツ、クリムジーを置いて8人体制で臨もう。しまったな。戦略ミッションいきなり失敗しちゃったね。かといってちょっとやり直すこともできないゲームなんで、このまま進んでいきましょう。今ので分かったのは、時間が1時になっちゃうと強制的に終わっちゃうというのが分かったので、1時になったと改めてそこから戦略ミッション開始はできないというのが分かりましたね。では今回はここまでにして、次回11月26日プレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。